長野県縦断駅伝競争は毎年11月中旬に開催される長野県の市軍単位のチームが参加する駅伝競争大会である。通称県立てと呼ばれる。長野県では晩秋の風物詩として県民に親しまれている大会である。品の毎日新聞社が戦後の復興が進む中、若者たちの体力と精神力を養うのに役立つ。 スポーツを実施することを目的とし、主催、1952年に第1回大会が開催された。当初は、飯田市長野市間の県を南から北へ縦断するコースで行われたが、第25回大会より長野市から飯田市へと県を北から南に縦断するコースに変わり現在に至っている。2020年第69回大会は、 新型コロナウイルス感染対策の観点から中止となった。この大会が中止となるのは1952年に第1回大会を開催して以降初めて1日目長野市をスタートして岡谷市をフィニッシュ2日目松本市をスタートして飯田市をフィニッシュとする2日間22区間2 1 7 5トルのコースで行われる。 女子選手区間や男女中学生選手区間も設けられるのが特色である。一日目長野市がの市萩市長郡坂木町、上田市小佐方郡長野町和町のシスワ郡、下諏訪町岡谷市十2区間キロメートル二日目、松本市潮尻市かみい郡立の町美濃和町、南みのは村稲なし稲郡宮田村、駒金市かみ郡飯島町、中川村下い郡、 松川城高森町、飯田市住区間 98.5km 昭和の、そして平成の市町村合併により、参加チームの区割名称変更などが行われている。長野市、松本市などの支部は、地域拡大、軍部は減少などにより、チーム間の人口格差が、拡大しており、選手集めに苦労するチームもある。一部地域には支部に九州合併された、旧軍部出身。 居住選手が元の軍部から出場できる特例も認められている。ふるさと選手制度もあり、地域出身で県外在住のランナーも出走できる。一般男子選手に限り、前回大会7位から9位のチームは1名、10位以下のチームは3名以内、1日目と2日目の2層が許される。高校生は一般の 11km 未満の区間のみ走行できる。 チームナンバーは毎回固定である。が送られる。シナの毎日新聞社大会 HP2012 年、第61回ロック距離変更のため変更2018年、第67回大会より2区のコース、距離変更のため変更2015年11月13日、シナの毎日新聞スポーツ面長野市と合併した、旧下耳の地群地域の選手は、 特例で参加が可能となっている下稲郡からチーム名称を変更。諏訪岡谷からチーム名称を変更。2018年第67回に新設、中高生対象。ありがとうございます。